よっしゃ来た、よし、テニスの玉初引き。今日村正樹の NBA TV。 さあマッチングいたしました。なんだ、 K0HJM 読めない、でもボコス。さあやっていきましょう。さあ今日はね、ナゲッツパ、もちろんこの前手に入れたマレーをね、バシコリと使い込んでいきたいと思いますんで、お願いします。じゃあ行きましょう。私が黒のナゲッツでございますけれども、さあ行きましょう。相手ボールからでございますが、さあヤニスからまずエンビード。普通に考えたらチートだよね。ヤニスとエンビードってインサイド最強じゃねえかよ。さあ今ボール持ってるマレー、この前ね約7時間私かけてこれ手に入れましたんでね、もう思い入れが違いますよ。さあちょっと最初のシュート外れてしまいましたけどね。さあどくるでしょうか。さあ T マックかな。あ、やべ、抜かれた。やべ、ちょっと待って。さあ、まあ、思い入れはマレーありますけど、別にマレーを、だけを使っていくとかそういうんじゃなくて、しっかりと勝つつもりでね、やっぱりこの使ってみた動画毎回撮るときの悩みは、やっぱり、その選手だけで、行かないといけない。おい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 、何やってんだよ。ちょっとやばいよ。待って、これ押さえよう。ちょっとこれ押さえないとやばい。相手マジガチパだよね、これね。ボコして。オッケー。あー、くそ。あーくそ。さあ、こうフリー。来い。イエローショット。ナイス。カバー。オッケー、ナイス、ザイオン。そう。で、なるべくウィンターパーにしたんですけど、まあ、スモールフォワードとセンターはちょっと持ってなかったんで、まあ、センターはナゲッツのヨキッチと、で、スモールフォワードは、まあ、ちょっと最強、俺的に最強の KD 入れました。うっそ。で、さっき引いたね、デニス・ロッドマン使おうかと思ったんだけど、まあ、パワーフォワードは、やっぱウィンターパーで行きたいなと思ったんで、ザイオンにしました。さあ、KD。これ KD。行こう。ちょっとタフかな？ OK、ナイス。OK、OK。まあ、ついてってる。4点差ならまだ大丈夫。さあ、ヤニスが突っ込んでくるか。合わせる。エンビード。ヨキッチの方が。よーし、OK。マレ。早い。ちょっと待って。早いけど行き過ぎた、ちょっと。待って、ミスった。お、ナイス。で、マレに出して。で、シュートで。あ、待って、今、フェイクだったんだけど。うっちゃ、お、ナイス、KD。いいね、リバウンド頑張ってる。入れ。うっそ。戻れ。残り5秒。ちょっと待って。ちゃんとマークして。うっそ。最後、ぶん投げしかねえな。ちょっと6点差はね、ちょっとやばいっすよ。あん、くそ。ちょっと待って、マレーのウィジンが、黒星スタートになっちゃう。これちょっと早めに打っていきます。ちょっと待って、踏んでるけど。うっそ。戻れ。飛べ。オッケー、よっしゃ、ナイス。ちょっと待って、ここ落ち着いていこう。抜けてる。行こう。嘘、今ファールなんだけど。さあ、T-Mac。さあ、ちょっと、よく見えづらいけど。オッケー、落ちる。ナイス。前出し。さらに前出し。ここフリーなんで打っていこう。ヒロ。嘘。戻れ。ちょっと待って、両者ちょっと入りませんね、お互い。芝居て。嘘。マジかよ。ちょっとやばいよ、これ。ちょっとマレーで。じゃあちょっとマレーで決めていくか。オッケー、抜けた。あー、くそ。抜けたんじゃないの、今。しばかれた。戻れ。切り返して。抜けてる。あ、ダメ。ちょっと待って。そっちじゃないんでね。あー、くそ。来い。イエス。やっと返せた。やっと返せたけど。おい！おいおいおい。OK、来た。37927。数字かよ。バゴス。さあ行きましょう。ちょっとさっき落ちちゃいましたけどね。さあ次は、相手はゴールデンステート。ジョーダンいるね。さあ、ジャンピング。ダメですね。まあいいでしょう。行きましょう。さあ、中合わせてくれ。飛んでる。くそ、またエンビード入れてる。やっぱエンビード人気なのかな。これは、抜けてんじゃない？相手結構スティール狙ってきてるから。これ抜けてる。ストップ&シュート。よきち、ダメ。戻れ。さあ合わせてくれ、ジョーダン。止めてる。エンビード。ボコして。落ちた。よし。前走ってっか。通るか、このパス。うわー、やっちまったー。やばい、ちょっとあのパスを出すのはちょっと KD 何やってんのって話。やばい。OK、ナイス。KD。落ち着いて。変なパス出すな。
さあマレ、これ打っていこう。ナイスだよ。うそ、ボコられた。うそ、大事にいけばよかった。ちょっとラグいいな、大丈夫か。マレ、あ、相手もマレ入れてっけど、相手は鬼マレーだね。鬼キスマレー、ファウンデーションの。俺はウィンターテーマのアメージだよね、これは。これは激レアですよ、俺です。7時間かけて手に入れてましたからね、本当に。オッケー、飛んでるザコーで、ここで打っていく。よし、打っていく。さあ、4対2と。まあ、ここからですね。落ち着いて。合わせる。うわ、くっそ、早いな。ちょっと待って、落ち着いて、落ち着いて。いけ。あ、待って、これやばいかも。危ね、戻して。危ね、今取られるかと思った。さあ、あ、ファール、オッケー。まあ相手がちょっとスティールをバシコリと狙いまくってきてるんで、そこはね、抜けるチャンスではあるんだよね。さあ、いけ、入れ、うっそ、戻れ。残り10秒、これ最後止めないとダメだ。ウェバー、ステップバック、よっなんだよこれを。さあ、マッチングいたしました。ベケロさん。完全にポコします。さあ、行こう。OK、ジャンピング。ああ、嘘、マジ負けた。さあ、シャック。さあ。早い。早かったね、今。ブッカーか。マレーの速さも見せつけてやるか、じゃあ。さあ、相手はヤング。さあ、ドライブ。成功してる。行こう。シャカバ、嘘。さあ、KD。OK、押した。よし。さあ、KD が、抜けてる。切り返して。イエス。よし、いいね。2対2。最近なんか、すげえ落ちる、やっぱ試合さっきも続いてましたけど、なんかね、落ちる要因がね、なんとなくね、やっぱり、多分、同期できませんって人はね、もうネットワークとかじゃなくて、もう明らかにもうアプリが落ちてるんですよね。アプリが。で、なんで落ちるかっていうとね、やっぱり、もう結局もうスマホの性能なんですよね。スマホの、まあもちろん他のアプリとか開いてたらまあ閉じてほしいんですけど、いわゆるなんていう、もう結構昔の、もう今で言うともうボタンがついてる、ボタンがついてる iPhone? もう今はね、ないと思うんですけど、それやってる人とかだとね、もう、やっぱスペックが雑魚すぎて、これってすげえ容量使うんですよね。だから落ちちゃうんですよ。だから俺もシーズン1の時とかめっちゃ落ちてたもん。シーズン1の時はまだそういうスマホだったんで。で、変えたら落ちなくなったんで、多分ね、落ちちゃう人と当たってるのはそういう、やっぱ iPhone とかスマホの性能が悪いのかなと思っちゃうね。だから最新版に変えてくれと言いたいんですけど、まあ、なかなかね、みんなやっちゃうよね。でも俺は、ここを勝ち上げる。この人はちょっと落ちないから大丈夫かな。最新型のスマホでやってるかな。さあ、ちょっと6点差でちょっとね、話してたらやばいんですけど。ヨキッチ。ちょっと待って、サイドでさばいて。ヨキッチいいね。うそ、ボコられた。ティム。さあ、やばい。ちょっと待って。ヨキッチ、そういう戻り方すんな。タフ。うわ、ちょっと待って。ボコられてんだけど、これマジで。前田氏、これ最後。シューティー。ああ、届かない。待って、マジでやばいな、これ。しかも全然マレー使えてねえし、正直。ちょっと待って、止まっちゃった。マレーに戻して。さあ、OK、スティールいってるんで、これは。で、なんかラグいんだけど。ふざけんな、マジで。来い。よし、返していく。いいよ、ここからの追い上げ。ヘッドトゥヘッドはそういう追い上げがあるから、発展差とかでも。それを狙いたい。タフにしてます。オッケー。ねえ、リワン。ザッケン。なんかもう KD が俺運ぼうとしてんね。KD 俺が運ぶよ、みたいな。なんでもやっちゃうからな、こいつは。オッケー、抜けてる。これいっちゃおう。イエス、さ、気持ちいい。さあ、ヤング。やべ、これ打ってくるぞ。マークつけ、早く。ボコして。狭いとこ、来てる。ここは狙おう。うそ、ファル。さあ、トップ1。さあ、これだ、あ、そこ、ブッカーか。さあ、押さえてるよ。ちょっと待って。スイッチしてちゃんと。
オッケー、中行ってくる。ボコして。ねえ。ちょっとシャック、ちょっと無双すぎてないかい？さあ、マレ。さあ、これカールしてて、これは。なんか十字キーが、おし、とりあえずいい、とりあえずいい。正直相手に時間使われたらもう正直終わりなんですよね。あ、出てる。なんだよ、今の。なこいつマジで。やべ、そのパス大丈夫か。オッケー、抜けてる。ヨキッチ行こう。イエスやべ、なんかだいぶ大味な試合だな、これ。両チーム合わせて30ポイントって。ちょっと待って。やべ、飛んじゃった。オッケー、チェックいってます。ちょっと今飛んじゃったと思ったんだけど。オッケー、いいよ、相手が。ちょっと早く打ってきてくれて助かってる、正直。そこは感謝。で、ここもちょっともう素早く。嘘！やばい、ちょっと早すぎたか、いくらなんでも。ちょっとカクカクしてるよ。ボコして。やべえ、20点くらいだ。これはちょっとやばいな。もう時間使ってらんない。本当は3がいいんだけど。よし、決めた。6点差。クソ、ダメだな。でももう無理だな。さすがに。さあ最後放っていく。すげえ早いとこから打ってくる。だからなんかリバウンドがもう本当にカスすぎる。これカスすぎる。ちょっとシャック何本リバウンド取った。もうダメだった。くそ。今日村正樹の NBA TV 最高。お、韓国だね。ボコス。さあ行きましょう。さあ相手はゴールデンステートウォリアーズですね。お、カリーいるじゃん。カリーがちらっと見えた。カリー10位。やばい、もう打ってくるし。オッケー。さすがにね。さすがに。あれ入ったらマジで。オッケー、いいよ。えい。やっつー。さあ連敗は避けたいとこですよ。俺勝ち上げていこう。カリー、いい、抑えてるよ。切り返して、やばい、これ打ってくるよ。ザッケ。サファイア狩り結構持ってる人いいんだよね。あれ、オッケー、相手が。オッケー、もう一回。合うぞ。さあ、またか、また打ってくる。オッケー。で、前出し、マレー出して。はい。来い。よし、返していく。ちょっと待って、なんか、あれ？ちょっと待って、なんか、これ今、オートの、オッケー、手動で戻った。なんか今、オートと手動全然戻んなくて、一瞬ちょっとバグったな。なんか最近このバグ多いんだよな、オートと、なんか手動の切り替わりがよくわからん。ちょっと待って、なんか今、オートなんだけど、これ今、あ、手動だよね。ちょっと待って、なんかバグってね。オッケー！なんかね、あれ？今、オー、なんかオートと手動が逆になってる？ちょっと待って。うっそ！ちょっと待って。あ、手動モードに乗った。なんか手動でもなんか2種類あるぞ。よし！君上げヒーローいいね。さあ前出してくる。さあカリーまた打ってくるぞこいつ。また打ってくるよ。ねえ、同じパターンやこいつ。ザッケ！だよこいつ、チートだろう逆に。いや確かにもうカリーはチートなんだけど。うわ、ムカつく。スタンプ送ってきやがったこいつ。ボコスマジで。ムカつくこいつマジ。ボコスって、ボコスかな、てめえ。何やねんマジで、調子こいてんじゃねえぞてめえ。サファイアカリーグレーしか持ってねえのに。いや、うざいマジで。そういうマジキモいからこいつ。ボコスはマジで。ヒロ、ちょっと待って。技あり一本 OK。 ちょっと今行き過ぎたけど。ヘイ、ざまみろ。ちょっとまぁ、ムカつくからこいつスタンプ送るわ。はい、ザーゴー。また、カリしか打ってこねえ、こいつ。よし、オッケー！ナイス！ザーゴー、ザーゴー、ザーゴー。カリしか打ってこねえ、ザーゴー、マジで。気持ち悪いんだよ、おめえ。カリのスリーパック打ってきやがって。いろんな選手使っていけ、マジで。ザイオン。ヨキッチ。飛ばして。ボコられた？あ、こいつ、キモい。あ、こいつ、キモいわ、マジで。カリの、なんか、サファイア、カリしか持ってねえくせに。はい、これ、もう、ワンパターンなんだって、おめえ。気持ち悪い。うわ、キモ。こいつ、キモい。こいつキモいわ。うわ、キモい。キモすぎる、この。韓国のこのガキ。韓国のまともな教育受けてない、このクソガキ。裏の。このクソガキマジムカつくわ、こいつマジで。ボコスはマジで。スタンプしか送ってこねえしよ。
これ絶対友達いねえわこいつ。これ絶対友達いないよこいつ。マジでキモすぎるこいつ。KD ちょっと待って、なんかちょっと操作もおかしいぞ正直。バガザゴが、オッケー、まあ、カリこいつ、カリまあほんとコメント送りたいこいつに。スタンプじゃなくてカリしか打ってこないんだろどうせっつって。またこいつ、オッケー、いいよ落ち着いていこう。で KD がバーシコリと、ちょっと待って一回落ち着いて、さばいて飛ばしてマレ行こう。で相手がスティール、スティール来てるんで、まあちょっとタンブルしちゃったけど、あー待って、ファール、オッケー。でも今ちょっと助かったな。さあ KD、 KD に渡してこれ中入ってくんじゃない、中合わしてザイオン。ちょっと太っちゃったけど、やばい、これまた決められたらマジでやめて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 、ザッキン。ちょっとやめてマジで、これ3はないって。これマレ2点でいい、とりあえず2点で返して。うっそヨキッチ、よしよしよし、オッケーオッケー、これでいい、とりあえずボコス、次ボコス、時間使ってくんなよ。いやマジキモいこいつ、マジでこの韓国のこいつキモい、うわムカつく、マジでこういうやつマジムカつくんだよマジで、ざけんなよマジで、こいつもこういう気持ち悪いやつがな、こういう気持ち悪いやつがマジでキモいって、うん、いやーくそマジムカつく、マジで